めっちゃ可愛い。可愛い。もうでも付き合って長いの。もう8年。ねえ。カットモデルになってもらうっていう話やってたんやけど、全然それでこう、よし、あやちゃん、ええやん、それでこうみたいになってたのに違うことにすぐ言うでしょ、そう、俺のことも言ってるよ、と思っていいけど、だんだん怪しさしかなくなってきて、ん足りなくなったでしょうねいや、いや、そのもうちょっと上手に嘘ついてよ。この方が今回のサプライズを企画した方でございます。サプライズするって言うてサプライズ来ましたみたいな話で来ました。来ました。来ましたって。こんなことがないと来ることなかったかもしれないので。ねえ、なんかいいきっかけになりましたよね。よかったー。よし、綺麗に染めるぞ。よし。じゃあ、ちゃんとカットしてメイクして、今日はまた夜はどこ行くんですか？それも言うてないんかな、サプライズ。言っちゃった。いやいや、言うてない。ない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 。行きたいっす。もうすごい、すごいグレード。俺やで。めっちゃハードル上がってる今。これが眉カットをする前のビフォーアの写真でございます。かっこいいでしょ。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいでしょ。見たくなる。あー、すげえ。もう、いいですね。かっけー。あのまあ、ほんまにびっくりして一瞬腹立ったんですけど、めっちゃ感動しました。で、もうほんまに涙出そうやったんですけど、泣いたらぶっさいくなると思って、泣けへん泣けへんって頑張りました。よかった、はい、感動しました。本当にありがとう。いや、もう皆さんのおかげです。ほんまに本当にありがとう。ありがとうございました。いいサプライズでした。ありがとうございました。ナイスカップル。お幸せに。ありがとうございます。